放送中の TV アニメ異種族レビュアーズから第8話の先行カット、あらすじ、予告映像が公開された。また2020年2月28日より岐阜放送での放映が決定した。異種族レビュアーズ原作天元作画マシャはニコニコ漫画のドラドラシャープシャープにて大好評連載中の人気コミック。いろんな意味で超危険な最先端ファンタスティックコメディーは TV アニメが2020年1月より放送中だ。エルフや住人、悪魔や天使など多種多様な種族が暮らす世界を舞台に、異種族娘たちが営む無夫婦のお店に通い、そのサービスのすべてを余すことなくクロスレビューするという地上波放送ギリギリアウト。ま、前代未聞よ。偽レビューアニメ。監督は劇場版フリフリプロドで見るタイツの小川祐希さん。キャラクターデザインにはレールワーズ、野々野誠さん。シリーズ構成には転生したらスライムだった剣の筆庵和之さん。アニメーション制作はハイスクール DX リーヒーローのパッショーネが担当する。あるある前代未聞の偽レビューアニメが今幕を開ける。異種族レビュアーズメインキャストスタッフほかアニメ最新情報公開。今回第8話の先行カット、あらすじ、予告映像が公開されたので紹介する。また2020年2月28日より岐阜放送での放映が決定した。2月28日金曜日26時30分より放送開始となり、第2話から第7話は放送日時が異なるので要注意だ。あらすじ先行カット。第8話稲崎のエロスの夢は夜開き、天使のランスは聖槍ならぬ聖槍で、サキュバスタワーは永遠にガチマヨ。あらすじ、エロとはイマジネーション。というわけで今回はイメージプレイを楽しめるお店に向かった一行。演技の上手い下手はあるものの、いつもと違ったシチュエーションで楽しむ空間に彼らは何点をつけるのか。第8話予告映像。放送情報、2月28日より岐阜放送にて放送決定。放送局、岐阜放送。放送時間、毎週金曜日26時30分。第2話から第7話は放送日時が異なります。放送情報、第1話2月28日金曜日26時30分から第2話。第3話3月3日火曜日26時30分から第4話。第5話3月4日水曜日26時30分から第6話。配信サイト通常バージョン D アニメストア、毎週土曜日23時30分がニコニコ、毎週土曜日23時30分フラウトバージョン D アニメストア、毎週金曜日23時30分ニコニコ、毎週金曜日23時30分。シーテンハラ、マシャ、株式会社角川、異種族。いろんな意味で超危険な最先端ファンタスティックコメディーは、TV アニメが2020年1月より放送中だ。ニコニコ漫画のエルフや住人、悪魔や天使など多種多様な種族が暮らす世界を舞台に、異種族娘たちが営む無夫婦のお店に通い、そのサービスのすべてを余すことなくクロスレビューするという地上波放送ギリギリアウト。ま、前代未聞の偽レビューアニメ。あるある前代未聞の偽レビューアニメが今幕を開ける。異種族レビュアーズメインキャストスタッフほかアニメ最新情報公開。今回第8話の先行カット、あらすじ、予告映像が公開されたので紹介する。また2020年2月28日より岐阜放送での放映が決定した。
2月28日金曜日26時30分より放送開始となり、第2話から第7話は放送日時が異なるので要注意だ。あらすじ先行カット。第8話、稲作のエロスの夢は夜開き、天使のランスは聖ありならぬ聖ありで、サキュバスタワーは永遠にガチマヨ。あらすじ、エロとはイマジネーション。というわけで、今回はイメージプレイを楽しめるお店に向かった一行。演技の上手い下手はあるものの、いつもと違ったシチュエーションで楽しむ空間に彼らは何点をつけるのか？第8話、予告映像。放送情報、2月28日より岐阜放送にて放送決定。放送局、岐阜放送。放送時間、毎週金曜日26時30分。第2話から第7話は放送日時が異なります。放送情報、第1話2月28日金曜日26時30分から第2話、第3話3月3日火曜日26時30分から第4話、第5話3月4日水曜日26時30分から第6話、第7話3月5日木曜日27時0分から第8話、3月6日金曜日26時30分から第9話。配信サイト、通常バージョン D アニメストア、毎週土曜日23時30分ニコニコ、毎週土曜日23時30分フラップバージョン D アニメストア、毎週金曜日23時30分ニコニコ、毎週金曜日23時30分。シーテンハラ・マシャ株式会社角川一族レビュアーズ制作委員会。